おはようございます。南町田から長津田を経由して音大へと走ります。大規模ショッピングモールから巨大な車両基地を持つ住宅地へ、景色はどのように変わっていくのでしょうか。よろしくお願いします。太陽が眩しいこの場所は東京都町田市鶴間のとある歩道橋の上です。足元には東急田園都市線、そして目の前には南町田グランベリーパーク駅があります。南町田グランベリーパーク駅へとやってきました。ショッピングモール側ではないこの北口は少し落ち着いています。振り返ると大きなバスロータリーが。早速出発しましょう。まずは目の前の16号をくぐります。かなり大規模な地下道です。16号を少し進み左折し246号へ入ります。ここから走り出します。なお246号走行中、ナレーションの設定はありません。
インパクトのある名前を持つ野前田交差点を左折します。ちなみに右折するとやがて環状4号線へと出ることができます。左折します。長下駅を通過します。右折して一旦停車します。長下橋です。目下には東急電鉄長下電車区が広がります。ちなみに一番左は JR 横浜線です。左折してまた走り出します。長下電車区と平行に進みます。左折して右折します。気になる光景を発見したのでまた停車します。電車シーンでした。また走り出します。ここで左に入ります。長下車庫五線人道橋です。少しゆっくりしたいと思います。かつてはトラクターなどの農耕車両の走行も想定されていましたが、ご覧の福音であるため通行を制御するための信号機が稼働していました。そしてその信号機は今も残り、この長下車庫五線人道橋の一つの特徴でもあります。しかし最大の特徴はやはり車両基地の上にかかっているということでしょう。田園都市線と相互直通運転を行っている東京メトロや東武所属の車両も見かけることができます。奥に小さく横浜線が走っています。前方に信号機を認めることができます。左折してまた走り出します。停車します。東急の総合検測車東区アイです。この辺りは車両区の末端です。少しだけ移動しつつここでゆっくりしたいと思います。さて、折り返してまた走り出します。ここで興味深いものを発見しました。長下電車区のプレートです。かつての社名ともいえる東京急行電鉄のうち一部を塗りつぶして使用しているようです。左折して右折します。ここで左折し長下とお別れです。左折し踏切を渡ります。左折します。右折します。住宅地の中を進んでいきます。右折します。道なりに進んでいきます。ここで右折します。左折します。右折します。踏切を渡って一旦停車します。
撮影日現在もう厳しいかなと思っていましたが、見事に咲いています。再び踏切を渡ります。また走り出します。そうです、先ほどは鑑賞するためだけに踏切を渡ったのでした。とある光景が右に広がります。東急電鉄長須車両工場です。恩田駅に隣接しています。先ほどの車両基地長須検車区はその名の通り検車区でしたが、ここはやはりその名の通り工場です。自転車では右折ができないので歩きます。恩田です。無事に恩田へと到着しました。大変いい天気の中の気持ちのいいライドでした。大きな土地の使い方が全く異なる2つの場所、景色の移り変わりがとても興味深かったです。さてこの動画はこの辺りで。ここまでご覧くださりありがとうございました。またお目にかかれれば幸いです。それではまた。